今回はペリー重心化したんでこれ使っていきます。貫通のダメを壁ドンがそのまま引き継がれて、あと攻撃型も引き継がれましたよっていういいとこ取りみたいな感じなんですよね。でこれ結構気合い入れて私今日厳選してきたんですよ。みんなにまず遊撃まあ、ついてるんですよね。まあ、今回はこの遊撃化してこのシュリンガーラやっていこうと思います。おい、でもペリーって言ったら、いやすげえ倒せねえまあここは弱点倍率高いけどだからちょっとしょうがないとこあるけど、でスピードモードついてるから一応最初だけは足速いもんね。ほいほい、だからこういうこともまあ、できちゃいますよって感じだ。ペリーは昔この分裂貫通衝撃波の砲撃方が覇者36回でやべえみたいな感じの流れだったんですけど、いやーでもこれあれなんですよね。まあちょっと今だといろんな友情出すぎてちょっとみたいなところある。状態上回復ブラストが何のためについたのかがね、ちょっとうお強っ、倒せないけどうまいこと当てたらいけるかな。だから分裂貫通衝撃波のちょっと癖が強かったから、確か実装当時すげえなんかいろいろ言われて、なんか使い方講座みたいな動画上げてる人結構いたような気がする。おっ、あ、殴りじゃなくて友情で倒せるレベルなんだこれ。へえ。で一応殴りの強化できる、ほい、まあダメ音は超ワープ両方ついてるからこの辺も結構あれな気がする。あと飛行ついたからこういうとこもいけるようになったしね。まあマインスイーパー持ってたらよかったなって思うけど、一殴りやっぱ強いタイプなんで、ダメをカベドンだから。いやでもペリーって言ったら、ほい、でこれではいはい、多分友情で、うん、いけるね。いやでもペリーって言ったら、いややっぱ思い出すのは、いややっぱだがしかしっていうアニメのなんかペリーなんか出てきたような気がするんですよ。なんだっけ、開国してよーみたいな感じのこと言ってるアニメのやつ、ほい、それぐらいしかあんまり覚えてないけど、あとなんだっけ、ココノツくんっていうヒロインしか覚えてないわ。やべ、いやでもやっぱこれちょっと癖があるから、なんか適当に当たってるだけで解けねえみたいなのある。まあ、あとこれ厳選しながらちょっと思ってたけど、もう一個やっぱ強い友情欲しかったっすねなんかちょっと全的に巻き散らす系のやつ。どうだろう、これでいけるかな。よし、危ねえ、なんかちゃんと当たってくれるようなの欲しかったかなみたいな記憶ある。なんか状態上回復ブラスト一応これも10万って結構威力高いんですけど、あ、遊撃ついてるか威力上がってるか、まあその辺がなんかちょっともうちょっとなんかすごい友情になったら、まあいい感じになったかなみたいな気がする。はいはい、どうだろう、これ倒せるかな。お、いけるいける。まあそんな感じですね。で今この動画撮ってるのが5時36分なんですよ。でこれはなんとか編集と、まあ動画アップをなんとか夜の7時までにはねやりたい。ちょっと夜の7時からやりたいことがある。何があるかっていうと、原神のガチャ更新ですね。ちょっと原神のガチャ更新でライデン将軍っていうすごいキャラが来るから、ちょっとそれを最速で引きたい。で、勝手に遊んでます。動画は出さないです。なぜなら原神のガチャは、なんか面白みあんまり、なんていうか動画にするような感じのガチャじゃないんで、なんか絶対確定で出るし。はい。で、これでやっていきます。で、両方ユーザーに倒せるね。やっぱちゃんと当たれば結構強いのかな。超絶だから一発6万7千。なんか一発6万7千って言われても、なんか最近、リフレクションリングとか出ちゃったからな。で、これを、あとは壁ドン使ったら結構強い気がする。どっかでちょっと SS ダメしときたいな、そしたら。はい。そうね、適当に当てるだけで倒せるわ。だからこれもあとスピードモードあって、まあアクセルはそんなに恩恵感じないけど、バイタルキラーもあるから多分砲雷もいけんね。で、これを、はい。あ、そういえば皆さん知ってます？ 3 月14日。何曜日やっけ？まあ何曜日か忘れたけど。ガッシュ2がほら、ちょっと前に出るって言ったじゃないですか。漫画始まるよ、みたいな。あれの、第1話が3月14日から始まるんですよね。いや、結構期待してる。いや、結構あれ期待してるんですよね、ガッシュ。いや、でも、割と好きな作品。単行本も、全巻持ってますしね。あ、ちゅうか何もしてないで、下のあれ削れてるし。全巻持ってるしね。ただ、いや、ちょっとね、楽しみではあるんですけど、ちょっと怖いところもあるんですよね。ガッシュの、まあ、ワンっていうか、一番最初の方、あれがね、いや、すっごい綺麗に終わったんですよ。だから、いや、2になるってことは、ほら、まあ、続編あるあるだけど、なんていうか、1で綺麗に終わった話が、2になるとまたぐちゃぐちゃになるじゃないですか。1で頑張って平和を勝ち取ったぞみたいな感じの終わり方なのに、2で、まあ、新しい敵が出てきて、それがぐちゃぐちゃにされる。いやー、これはちょっと、おあ、ゆっくり、ちょっと待って、これ、どう当てたら一番いい感じに当たり方になるかな。真ん中当てて、散らすか。はい。これでどうだろう。お！やべ、SS を出す暇がない。いや、そういうのぐちゃぐちゃにされる？なんか例えで合ってるかわかんないけど、コードギアスとかも。
すっげえ綺麗に終わったんですよ。割と。いやでも映画でちょっとそれ崩されちゃったのが、うーんみたいなところある。あとはまああれね、前作主人公の扱い方。この辺は本当に、なんか、2あるあるよね。昔の主人公をどう扱うかみたいな。なんかその、完全に脇役に徹するか、もう本当に、2の主人公空レベルで、まあシードディスティニーみたいな感じで、なっちゃうか、あれよね、もう完全に100年後とか200年後、もう主人公は伝説となってるみたいな、なんか技とか武器とかだけが引き継がれてるよみたいな感じ。そんな感じになってるか、ちょっと、どうなるかわかんないですね、ガッシュ2は。これはいい。まあ、気になる方は、なんか PV あったんで探してみてください。どうだろう？ちょっとこれ倒せねで、ダメオカベドンの悪いところは、開幕使えないんですよね。はい。まあそれが普通の壁ドンとのちょっとした違いが、あ、やべ、これ当たんね。なんとか耐久して 4P まで持っていくことができれば、あ、違う、1P で間に合うか、これ。どうだろう、ここから壁ドンしなくったら飛ばせるかな。はい。で、金派出た、これで取ってられて耐える。はい。はいはいはい。ちなみにこれゲージ切ったら飛行になる。おーかっ、危ねえ。そしたら、え、これは誰から始まる？で、壁のダメオンは3回触れると、あれなんですね、マックスまでだけど、多分これでこのまま行ったら削り切るかも。で、剣も持ってるから実質2段階目みたいな、倍率調べてないけど。はい。はい。で、これでこう行って、どうこれ。あ、でも終わってないな。どうだろう、開幕一発でいけるかなこれ。やっぱ、ちょっと今回みんな遊撃だけだから過激ゼロなんで。ちょっと、よろしくないですね。厳選頑張ってきてるけど。そしたら、まあ、これは、そしたら中央にみんな出すか。はい。削りきれないっす、これ。よし、オッケー。これで2段階目。SS 使って、まあ、さすがにこれで倒せるでしょ。だからこれを、あとは SS 使って適当に。はい。まあ、3回触れたら最高倍率なんで、はいはいはい。あ、やべ。あ、やべ。触れてねえ。覇王色やで。よし。じゃあちょっと、本気出しますかな。この、過激前種ペリーで。いや、これも準備したんですけど、いや、遊撃ペリーで、ちょっとみんな舐めさせてあげようかと思って、ペリーを。で、あと、まあ、ちょっと友情の強さを見せたかったですね。なんで、今回は、まあ、実質8体分厳選してきましたね。まあ、1体はちょっと甘えてるけど。で、これ、あー、しまった。まあ、しまった。まあ、ちょっと、ダメを展開させないとダメだから、ちょっと、すいません。つい癖で。癖になってんだ、プヨ倒すの、先に。だから、これを先に、リバイアさんも倒しておいて、はい。で、友情で適当に倒せば、まあ、いけると。まあ、これ、覚えとかないといけないですね。ペリー使うときは絶対、プヨ残してくださいよ、的なこと言わなきゃダメみたいな、はい。まあいいや。で、これを、だからあとは、まあ、剣拾って、次回ってきたときに、まあ、すごい、殴りできるように、みたいな感じですね。いや、昔の蓬莱のペリー動画、何万再生されてるかなって思って見てきたら、43万再生くらいされてたんで。いや、ま、さすがに今そこまで行くことはほぼほぼないけど、モンストの動画自体が、やっぱちょっとあの頃に比べてあれだしね。だからここでペリーを、まあ、倒しちゃらダメなんですよね。はい。まあ、横から多分、ちょっと散らすくらいにしとけば、まあ、倒さないでしょ。はいはい。浦島だけは倒したいけど、いや、無理だな、やっぱ。浦島だけ倒して、いや、ペリーだけ残すには、ちょっとそれは、なかなか難しいっすね。だから、まあちょっと 3P で一回、ここでじゃあ殴ってどうなるか見てみたいな。そしたら、はい。ここで殴って倒しといて、で、倒す。で、2P は適当にやり過ごして、いや、でもこの位置からあの位置殴るの結構難しい気がするけどな。はい。まあちょっと置いといて、あとはここから、いや、ダメを3回触れて倒さないといけないから、いやー、これ、結構難しいな。一回で行くんだったら余裕なんだけど、ちょっと暴れて祈るしかないな、これ。なんか外側殴って倒すと。はい。さあ、これでどうなるか。昔はワンパンとか、あ、やべ。いや、でもダメだ。こんなんでワンパン絶対できる気がしねえ。まあ、そのゲージは余裕でいけそうね、みたいな感じね、そしたら。まあ、あとは、まあ、これも、だから、絶対に、あ、でもゲージ飛ばしぐらいはできるんだ。だから、ここも、だから、プヨをちゃんと残しとかないと。そうね。はい。
あとはまあ適当に暴れて削ってって、まあそういうちょっと縛りがあるのが、やっぱちょっとダメオカベドのめんどくさいところね、反撃モードとかでなんかダメオ展開するみたいな、本当に、なんか、ダメオカベドン接待みたいなクエスト来ないと、やっぱちょっとただのカベドンには出遅れちゃうみたいなところあるからね。よし、これで、次透明化待ってきた。あ、え、次 3P、SS 出ねえじゃん。はい。まあでも今これバハムートさんが、高麗回復してくれてるんで、まあちょっとこれ、SS とかまで飛ばそうかな。ちょっとバハムート回復待ちたいんで。はい、じゃあ飛ばします。よし、じゃあバハムートさんに回復してもらったんで、あとは3回壁に触れて、この砲雷、多分縦貫で削り切るでしょ。昔のやつもちょっと見直してきたら縦貫で削り切ってたんで、まあ、これは、今と昔の砲雷、こんにゃく物語みたいな。はい。強っ！は？え、今2触れ、あれ ?3 触れやわね、あれ。はぁ。